K1 ワールドグランプリ第3代フェザー級王座決定トーナメント1回戦第3試合、左側21歳パワーオブドリーム所属江川優希15戦目、対して25歳の60戦目スペインからホルヘ・バレラ 57.5kg リミット。関根さん、はい、このパンチャー対決、ホルヘ・バレラ強いですからね。そうですね、もう日本でもおなじみですから。だからこの ホルヘ・バレラとどういう戦い方をするかで、はい、江川選手が今どのくらい強いかっていうのが分かりますからね、はい、もう関根さんは、はい、正人さんとともに優勝候補に笑顔を挙げていらっしゃいました、はい、ですから、まあ、江川選手がここで KO 勝ちをしないとですね、はい、優勝への道はねなくなっちゃいますからね。1ラウンドで2階段を奪えばその時点で KO 勝利です。さあ中村さん、はい、バレラにしてみましたら今回こそという戦いですし、外国人対戦初めてなのが江川ですね。そうですね、で結構バレラと対戦する選手序盤にこのリーチの長い右ストレートのこう距離が測らなくてもらっちゃうことが多いんですよね。なので1ラウンドはやっぱ江川選手警戒というか、はい、まあ、ちゃんとまずこの自分の距離感というのを把握しないといけないですよね。止まってくると、ナイスキーだ、今右テンプ入りました、まあ、ここはしかしバレラもなんとか踏みとどまっているところにミドルキック、左振りかぶっていきます。折り打ち左テンプル、このダブルさらに詰めていく。いや、マサトさん1ラウンドからもこれ火ついてきますけど、江川そこまで強引にいかない方がいいですね。まだバレラのパンチ、食らうとダメージありますと思いますよ。やっぱりこれが怖いというところはもうインプットされていると思いますけれどもね、江川怖いもん知らずって感じしますガンガンいきます、はい、確かに若さは21歳と江川がこの戦いの中で体現しています。ミドルキックにバレラのパンチ合わせてくる、前蹴りで突き放す江川、バックスピンキック、さらにワンツースリー左ボディ、ボディも効いた、ここですね。いや、江川すでに前に出てくる、バレラの一発、腰から崩れそうになってくる、悶絶してますもんね。バレラあばら行ったんじゃないですかね。うわ、そうですか。いや、バレラ強豪ですよ。それをここまで簡単に倒しましたからね。マサトさんどうですか、予想を超えましたか。予想を超える勝ち方ですね。多分一発目のローキックでバレラが嫌な顔したんですよ、はい、だからその時点でもパワーあるなこの選手って思ったと思うんですよね。いや、思い知らせたという印象は1ラウンド1分40